10分目安ぐらいで、もうワンコーナー、ワンテーマ10分ぐらいで。皆さんこんばんは。流れてます？はい、あ、言ってますね。フットサイル初のトークライブでございます。記念すべき第1回を迎えました。はい、というわけでここからは進行、広島ホームテレビの栄正樹がお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、というわけでこのトークライブなんですが、1回目の今日はですね、水曜日ということになりましたがですね、基本的には毎週火曜日の、この午後8時頃から、レジーナの選手とリモートで、まあ、試合のこととかですね、プライベートのことなど、まあ、本当に、配信を生かしたざっくばらんなお話を伺っていければと思っております。さあ、ということでもう先ほどから、随分お待たせをしておりますので、ゲストのお二人をお呼びしたいと思います。サンフレッチェ広島レジーナ背番号10、金賀ゆかり選手、お願いします。はい、よろしくお願いします。そして背番号19番、西原瑞希選手です。よろしくお願いします。はい、というわけでここでですね、まずはトークライブご覧の皆様にお知らせがございます。金賀選手、そして西原選手に聞きたいこと、そして応援メッセージなどなど何でも結構でございます。この YouTube のチャット欄へお寄せください。さあ、ということで金賀選手、西原選手、今日が、1回目ということで番組ご出演ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まずは金賀選手、はい、まあ8時ということで夜も深いんですけれども、食事とかはもうされたんですか？はい、してます。あ、もうされてる。はい、今日はちなみにどんな夜ご飯を食べられたんですか？今日は、はい、こんな、まあ、サラダがメインみたいな感じですかね。サラダメイン。サラダって言っても、はい、サラダだけじゃないんですけど、はい、まあ、そこにチキンがあったりいろいろです。やっぱりアスリートというか、しっかりと食事、栄養管理なんかもされてるわけですね。そうですね、はい。まあ、でも大体食べたいものは食べてるんで、はいはいはい、たまには気遣ってます。なるほど。一方の西原選手はもうご飯食べられました？はい、食べました。あ、食べました。今日はサラダ中心ですか？いいえ、サラダ中心ではないですね。はい、何中心のメニューで？今日は魚中心ですね。魚中心で、はい、魚は白身、赤身？白身ですね。白身ですか。やっぱ白身がね、タンパクがあっていいですよね。そうですね、美味しいですね。さあ、ということでですね、なかなかこういう機会で、チームメイトですけれども、まあ、練習後なんかはお話をされたりする機会ありますけれども、まあ、こういった YouTube 配信などでお二人が話すことって金賀選手あったりするんですか？いや、もうほとんどないです。ほとんどない。はい、ちょっとなんかこうやりづらいというか、なんか変な緊張感みたいなのあったりするんです？そうですね、やっぱり慣れないんで緊張します。そうですか。まあ、徐々に私も含めてですけど慣れていきましょう。はい、お願いします。西原選手は先輩じゃないですか、金賀選手。こういった形でのお話っていうのは貴重な時間だったりするんです？そうですね、貴重な時間ですけど、まあ、それ以上にやっぱり緊張が大きいですね。あ、そうですか。皆さん結構緊張してるんですね。はい、私ね、目の前の画面が随分ずれてるんで、ちょっとね、なかなか難しさは、あ、こっち見ればずれてないんですね。なかなかそういう配信の難しさは、あ、でも顔が横向いてしまうんだ。もうそれしゃあないですね。はい、というわけで、ですね、まずはお二人、お越しいただきましたんで、まずは、
今シーズンこれまでの戦いなどなどを振り返っていきたいと思いますけれども、まずは金賀選手、現在レジーナ第10節を終えまして、2勝3分け4敗で11チーム中8位ということです。今ですね、順位表をご覧いただいていると思いますけれども、勝ち点が9というところですね。現在の順位そして成績について、まずは金賀選手、率直にどう感じていらっしゃいますか？そうですね、まあちょっと、想像とはというか、もうちょっと勝ち点伸ばして順位ももう少し上に、いたかったっていうところが、まあありますけど、まあ、ただ、まあ結果をやっぱりこう出すっていうところの難しさも感じた、前半戦だったかなと思います。まあ、何よりそのWEリーグ初年度というところで全てがこう未知数だったと思いますけれども、まあ、この成績はちょっと想定外というか、そのマイナスな上での想定外というところですか？結果だけ見れば、まあ、想定外というか、WEリーグも初年度ですし、レジーナとしても初年度だったんで、はい、まあ、自分の気持ちというか、想定というよりは自分の気持ちがもうちょっと上にいたかったなというか、まあ、ところなんで、まあ、ただその中でもいろんな形をこう出せてもいたんで、はい、まあ、いい面悪い面が出たような感じがしてます。まあ、全てがこう初めての経験でもありますからね、さすがの、まあ、そのいろんな経験がある金賀選手ですけれども、やはりこの走り出しというのは難しさはあったわけですね。そうですね、まあ、ただやっぱ土台と考えればすごくいいものは作れてるかなっていう手応えも感じているので、 はい、あまりこうネガティブ、まあ、順位は、あんまり良くないですけど、ネガティブなものばかりでもなかったかなと思ってます。なるほど。さあ、一方の西原選手はこの順位そして成績についてどのように感じていらっしゃいますか？はい、まあ、やっぱり結果で見ると、まあまあ、全然というか、まあ、そう感じますけど、やっぱりやっていく中で結構まあできてきた部分とか、まあ、やっぱりチームとしても、まあ、個人としても、まあ、通用してきているなっていう部分も、まあ、試合の中で感じているので、やっぱり、まあまあ、チームとしてもそのリーグとしてもまあ初年度っていうことで、まあ私個人としてはやっぱり失うものはないっていうか、まあ、チャレンジ精神でやってきてるので、まあ、その中でも、まあ、徐々にまあ結果が出していけたらいいなとは思っています。ただ一方でやっぱり憧れだったプロの舞台というのは、立ってみての景色っていうのはどうでしょう？やっぱり、プロという舞台でまあできてるですし、逆を言うとやっぱりプロだからってあまりその、まあ、気負いせずに、まあ、できてるのかなと思います、うん。はい、ちょっとね、音声の若干、まあ、聞き取りづらいところもありましたけれども、ただ西原選手、やっぱり浦和戦での、ゴールもありました。ああいったところは一つ自信にもなってるんじゃないですか？そうですね、やっぱり今までその、まあ、出場機会が少ない中で、まあ、どうやってまあチームに貢献するかっていうのはずっと考えてたので、うん、まあそこで、まあ、チーム、あ、今ですね、失礼しました、ちょっと西原選手側の回線が落ちてしまいまして、復活するまで私と金賀選手だけでちょっとなんとかこらえていきたいと思いますので、金賀選手なんとかここは後輩の復活を待ちましょう。はい、まあ、西原の代弁をさせてもらいますと、はい、おそらく多分出場機会がなかったんで、あ、まあ、やってやろうっていうところ、うん、じゃないかなって勝手に思ってます。いや、そこまで代弁していただいてありがとう。あ、そんな困難してると西原選手が復活しました。すいません、途中で回線が途切れてしまいまして、はい、バックアップをですねしっかり金賀選手がしてくださいましたんで、ありがとうございます。はい、
あの金河選手も本当にあの開幕戦いいスタートを切った中で徐々にこうコンディションが上がっていってるなっていうのはですねスタンドからも感じていたんですけれども、そのあたりはご自身の体調面も含めていかがでした？そうですね、まあ、プレシーズン前にちょっと怪我してしまったので、まあ、そこから徐々に本当に、プレシーズンの時期から少しずつコンディション上がってきて、まあ、リーグではいいコンディションで、やれてると思います、はい。まあ、そういった姿というのは本当にベンチの選手含め若手にもかなり響いているところもあるかと思います。さあここからはですねちょっとあの両選手のこう素顔の部分にも触れていきたいと思います。まずせっかく今日、金河選手、西原選手、金西コンビに来ていただきましたので、お二人はお互いのことをこうどう思っているのかなということをですね、お伺いしたいと思いますけれど、まずは先輩の金河選手は西原選手のこうキャラクターであったり性格だったりどう見てますか？しっかりしてるところと抜けてるところがあるんじゃないかなっていう感じがしてて、なんだろう、こうインタビューとかされしてる姿とかを見てもすごいしっかりこう話す選手だなっていう印象を持っていて、しっかりしてるんだなと思いますけど、まあ、ただなんかちょっとこうなんて言うんだろう、抜けてるところもちょいちょいこう見るというか、なんかまあまあ気にしない感じの選手だと思うんで、はい、スケールの大きい選手じゃないかなと思ってます。その鈍感力みたいなのがあるってことですか？え、何ですか？鈍感力っていうんですかね、こうあまり気にせず、まあ、ね、いい意味で流すところは流すみたいな。はい、私はそれスポーツ選手にとってすごいいいというか必要なことじゃないかなと思ってるんで、うん、はい、そこが、うん、持ち合わせてる人じゃないかなと思ってます。なるほど。西原選手、先輩がこうおっしゃってくださってますけれども、今の聞いてました？はい、聞いてました。あ、聞いてました。、はい、どうですか、金河選手から見た西原表っていうのは。そうですね、なんかそんな褒めていただけると思ってるんです。確かに。でも抜けてるところご自身でも感じたりするんです？あるなとか。そうですね、うん、まあ基本的に多分抜けてるというか中身が薄いんですよ。いやいやいや、そんなことはないと思いますけれども。いや、そんなことあります。結構抜けてます。はい、抜けてますね。でも確か練習後にちょっとインタビューをさせていただいたときに、まあ、ご自身もあんまりこうインタビュー得意じゃないというか、そういったことをおっしゃってましたけれども、はい、でも金河選手から見るとインタビューもしっかり答えてるっていう話ですけれども、もうそういうちょっとじゃあ苦手意識はなくしてもいいんじゃないかなと思うんですが。そうですね、いやでもやっぱりちょっと保険かけとかないとちょっとダメなんで。あ、そうですか。苦手ですね、はい。逆に西原選手から見て金河選手っていう存在、まあ、キャラクターですね。で、まあ、我々からすると、まあ、ワールドカップのイメージもありますし、こう、まあ、もちろんしっかりしているとかっていうことは当たり前だと思うんですけれども、何かこう逆に西原選手しか知らない素顔とか聞きたいなと思うんですよ。抜けてるところがあったりとか、おちょこちょいなところとか。そうですね、まあ確かに金、まあ、さん結構まあ多分イメージの通りすごい真面目で努力家っていうのは多分皆さんご存知だと思うんですけど、はい、うん、まあ思い当たる節としては、うん、練習最近は少ないんですけど、はい、なんか練習中でなんかボール回しをする練習があって、はい、なんか聞いてるようでちょっと聞いてなかったりするんですけど、例えばなんかツータッチで、はい、なんだろう、何回回すとかそういうルールがあります、ね、まあ、つけられたりするんですけど、2週連続ぐらいで、うん、それ自分に、え、今のワンタッチみたいな、ワンタッチ
なルール何みたいな感じで聞かれたんで、はい、あ、キリスは意外と聞いてないんだなと思ってっていう風な部分も結構ちょっと出てきたりとか、はい、あとは結構みんなに、うん、あの なんだろう、すごいいじられてる、うん、まあすごいよく見ます。確かにそうですよね。皆さんそんなにこう躊躇なく金賀選手後輩からもいじってくる印象はあるんですけど、あとその話にも出ました、そのルールがあるじゃないですか、練習の中でもこう制限を設けてその中でボール回しをしていくっていうような練習されてますけど、あんまり監督コーチの指示聞いてないんですか？え、松井ですか？いや、もうはい、金賀選手、あんまりこう指示が耳に入ってなかったりするんですか？指示とか、指導のところは聞いてるんですけど、はい、ルールのところは、はい、たまにちょっと違うこと考えてて。違うことを練習中に考えてるんですか？はい、聞き逃しちゃったり、はい、そうですね、結構あるかもしれないそうなんですね。なんかちゃんと指示は聞いてます。聞いてます。いや、そういうものに対しては本当に全てパーフェクトなのかなって思ってたら、金賀選手も当然ね、人ですもんね。だからこう別のことをもちろん考えてることとか、練習終わったら何しようみたいなことを考えてることもあるんですか？そうですね、いや練習のこと考えてると思うんですけど、はい、なんかちょっと違うことで違う選手と話盛り上がっちゃってて、はい、そのルール聞いてないっていうのは、はい、多分結構ありますね。めっちゃうなずくじゃん。さやら選手めちゃくちゃ首を縦に振ってますけど。その通りですね。なんか結構わちゃわちゃしてますね。ああ、いや、男性サンフレッチェの方も見るんで、そういった意味では女性ってちょっとしたこう合間とかでもおしゃべりをこう挟みながら、まあ、練習自体をすごく楽しんでるっていう印象もあるんで、まあ、その中で少しこう指示が聞こえなかったりとかっていうのはあるのかもしれないですね。まあ、必死の、フォローですけれども、そして今ですね、仲のいいチームメイトについてもちょっとお伺いしたいと思いますけれども、金賀選手にとって仲のいいチームメイト、もちろん西原選手もそうだと思うんですが、まあ、この人特に仲がいいっていうのは誰になりますか？まあ、やっぱり福本になるんじゃないですかね。ああ、福本選手、よく2人でやっぱり練習前練習後とかも一緒にランニングされてますけれども、あの空間っていうのはちょっと見ててすごいこう神秘的な感じもするんですよね、お二人が走ってるので。あれって実際こうどんな話をしてたりとかするんですか？まあ、やっぱサッカーのチームのことが多いですけど、うん、それ以外は食べ物の話してたり、食べ物、美味しいものの話してるかサッカーの話してるかが多いと思います。あ、福本選手って結構こうグルメ、食べ物好きなんですか？食べるの好きなんで、はい、2人で美味しいものの共有してます。あ、じゃあそういったこうお互いに、食べログじゃないですけど情報交換したりとかしながら過ごしてるわけですね。はい、はい、なんかどっかいいお店ってなったらすごい食べログで、はい、検索するんですよ福本は。はい、めちゃめちゃ見て、はい、めちゃめちゃテンション上げてそのお店に行くんですよああ、そうなんですね。はい、だから紹介した私よりもまだ行ってない福本の方が詳しいみたいなことで。ああ、そうですか。はい、じゃあ今度なんか行きたいところがあったらまさに食べログ福ログに聞けばもう何でも教えてくれるみたいな感じですか？はい、もう全部教えてくれます。あ、じゃあちょっと今度声かけさせていただいて美味しいお店などをちょっとお伺いしたいと思います。西原選手は仲のいいチームメイトって誰になりますか？は、谷口好みと、はい、あと島袋奈美恵とあと大内梨央ですね。3人。はい、これ4人でじゃあいることが多いんですか？そうですね、基本的に4人では多いですね。おお、
やっぱ馬が合うというか、どういった話をされてるんですか。どういった話、はい、いやでも本当しょうもない話が多いですね。しょうもない話をなんとか言葉にしてもらっていいですか。そうですね、なんかパッと思いつくもんであれば、はい、あの基本的に自分はそこは喋ってないんですけど、3人が結構喋ってることが多くて、はいはいはい、サラ選手は聞く側。あ、そうですね、だからまあ基本的に3人が喋ってる会話としては、はい、なんかなんか3人の中では結構なんか道路の車が、はい、なんか一列で走ってるだけでもなんか面白いみたいな。車が一車線のところでしょうけれども、一列で走ってるだけで面白い。そうです。なんでこんなルールに従ってるんやろ、あはははみたいな感じで笑ってますね。あ、道路交通法に対してちょっと、そうですね。疑問を投げかけるというか。あ、そういう感じですね。はあ、ちょっと今度しっかり4人の話を聞かせていただいてもいいですか。ちょっとね、道路交通法に関しては私もそんなに知識がないので、でも一車線のところはやっぱり一列に並んで走った方が現段階ではですよ、いいなと思いますんで、はい、またちょっとグラウンドお邪魔して、はい、はい、お伺いできればと思います。はい、ぜひ、はい、はい、でですね、どうしましょう、たくさんメッセージも来ておりますんで、ちょっといくつか、拾ってお二人にお話を伺いたいと思いますけれども、あ、なるほど、これはどうしようかな、お二人に聞きましょうか。金河選手、広島の他の競技の方たちとの交流ってあるんですかというご質問が来てます。広島に来て、陸上の木村さん、あ、木村彩子選手、はい、とは少し交流を持たせてもらいました。うーん、これどういうきっかけでそのつながりができたんですか。まあ、エディオンさんの、まあ、つながりでというか、はい、あ、ちょっとお話しさせてもらう機会があったんで、うんうん、そうですね、一回会ったり、また会おうねって言ってるんですけど、はい、なかなか会えず、うーん、はい、でもやっぱりこう他競技の選手との交流っていうのは刺激になります。いや、なりますね、本当楽しいですね、うん、私結構好きなんで他競技の人の話聞くの。ああ、そうなんですね、はい、やっぱりこう競技変わればね、そうですね、うん、全然違いますね。あとはあの番組で佐伯さん、はい、ゴルフの佐伯さんと、あ、佐伯美希選手、はい、対談じゃないな、あの、はい、お仕事させてもらって、はい、やっぱ個人競技とやっぱ団体競技との違いとか、またいろいろ聞きたいなっていう感じはしてます。いや、今の2人の名前聞いただけでこれテレビでやってみたいなっていうふうに思いますけれどもね。ぜひ企画お願いします。はい、ぜひぜひ。さやら選手は他競技の選手との交流っていうのはあるんですか。競技の選手と交流は、まあ、今のところはそこまでないですけど、やっぱり大学の時とかだと、やっぱり、うん、まあ、大学の先生とかそういう違う競技の専門の人から、まあ、話を聞くっていう機会は多かったかな。今は少ないですね、はい、まあ、今後ね、そういったものが増えていくかもしれませんよね。で、もう一ついいですか。これ多かったんですけれども、千葉戦でサイレントタオル回しをしたんですが、見てどう感じますかということですけれども、西原選手、サイレントタオル回し、はい、ご覧になって、サイレントタオル回しですか。はい、わあ、見て、そうですね、はい、でもなんか音以外にも、なんか、うん、なんだろう、応援の仕方ってあるんだなっていう風に感じました。あ、なるほど。今ね、やっぱり声とか出せない中で、まあ、そういった中でもやっぱりこうエールを送りたいっていうサポーターファミリーのこう意思、気持ちみたいなのは感じられましたか。
そうですね、やっぱりどうにかいろんな形で表現してくださって応援してくださってるっていうのはすごい感じました。はい、金河選手、サイレントタオル回し、はい、ご覧になってどんな思いが込み上げてきました？やっぱりそのこうなんていうんだろう、みんなでこう何かの一つのことをこう作るというか、表現するっていうのはすごくこう、まあ、サッカーも同じですし、試合もなんかそういう意味でこう応援の形もそうあってて、すごくこうなんていうんだろう、いいなというか嬉しさを感じます。やっぱりこう状況に応じてじゃないですけれども、サポーターファミリーの方も本当に何とかしてこう気持ちを伝えようっていう意思は感じられますよね。はい、でもうなんだかんだしてるとですね、25分が経過しようとしてますんで、最後になるか分かりませんけども、今後ですね、まあ、この配信ですけれども、例えば地上波も含めて番組でテレビでやってみたいことというのをお伺いしたいと思うんですけれども、金河選手、何か弊社ホームテレビとやってみたいことってありますか？私はなんかレジーナとママが一緒に行くぶらり散歩的な、やっぱ女子会みたいなってあると思うんで、やっぱ素顔を見るとやっぱ普通のみんな女子だと思うんで、はい、ママだったり、まあ、女子高生とかその大学生とかでもいいんですけど、一緒になんかちょっと散歩してお茶して、もう普通の話するみたいな、で美味しいもの紹介してとか、はい、なんかそんなんができたらこう地域の人ともこう交流もできますし、レジーナのこともこう知ってもらえたらいいなって感じは、はい、してます。金河選手が街ぶらで女子高生と歩いたり、はい、食事したりみたいなことってことですか？はい、私でもいいですし他の選手でもいいですし、はい、いやいや絶対視聴者は金河選手と見たいと思いますよ。いや全然行けますよ、どこでも行けますけど、女子高生、はい、まあでも、まあ、柳瀬と話せるんで、まあ、女子高生とも話せるかもしれないですけど、はい、大丈夫ですか？金河選手に対してタメ口とか叩いてきても大丈夫ですか？全然大丈夫です、大丈夫。あ、いやそれぜひちょっとテレビで実現に向けて、はい、ぜひ、はい、お願いします、はい、もう早速、はい、検討会議に入りたいと思いますんで、はい、はい、一方で佐原選手、今後テレビ地上波でやってみたいこと、ホームテレビと一緒にやってみたいこと、どんなことあります？そうですね、レジーナダンスが今回、はい、できて、例えば選手と小さい子たちでレジーナダンス踊ってみたみたいな、そういうコーナーがあると面白いのかなと、あ、いいですね。ちょっとレジーナダンスって私も生で見たりとかツイッターとかでも拝見したんですけれども、まあご視聴いただいている皆さんがわからないという方も中にはいらっしゃるかもしれません。ちょっと佐原選手、触りだけでもいいのでやっていただいてもいいですか？レジーナダンス触りですか？触りでも中身でも全てでも OK なんで。あー、私の担当は G なので、はい、レジーナのアルファベットの G ですね、はい、G のポーズしかちょっとできないんですけど。あ、 G のポーズで結構です。はい、 G ですか？はい、G はちなみにちょっと上半身だけなんですけど、はい、こんな感じです。それはシェーとは違うんですか？あ、それシェーはちょっと違うんです、足がちょっと違うんですよね。あ、足が、あ、今日はだから上半身だけなので、で、はい、そのシェーっぽく見えたけれどもトータル全身で見ると違うと、ちょっと違うんで、まあ、そこもちゃんと見てもらえたらいいなと思います。あ、じゃあその G の部分も含めて子供たちと一緒にやってみたい。はい、なるほど。急な振りですけれども、金河選手もですからやっぱり担当のアルファベットがあるんですよね。来るなって思いましたよね。ありますはい、ありますよね。何の担当になるんでしたっけ？私 N の担当です。
N の担当。ビギナーの N。まあ、ちょっと首かしげるんですけどね。ちょっと傾けるんですか。はい、っていう、はい、先生の指導でやらせてもらいました。すっごいですね。今こっちから振る前にもう早速やっていただきましたけれども、結構私も練習っていうかレジーナダンスの撮影のシーン拝見してましたけど、皆さんすごい大盛り上がりで、そんなに何テイクもすることなく皆さん結構完璧な仕上がりだったので、まあ、ぜひ金川選手、これ多分子供たちすごい覚えやすいですよね。はい、覚えやすいと思います。はい、ね、子供から大人まで、はい、はい、ぜひテレビでやって多くの人ができるようになって、またスタジアムとかでも、レジーナダンスを、みんなでやってみたいと思います。あ、もう早速メッセージの方で金賀選手のですね、街しぶらは絶対見たいという声が上がってきております。ぜひ、私じゃなくてもいいんで、他の選手でも、はい、他の選手も含めてね、はいはい、そうですね、はい、ちょっと検討させていただきたいと思います。さあ、そろそろお時間がやってまいりましたけれども、あ、今ですね、すいません、アディショナルタイムがですね5分から10分というものが、表示されました。あ、なのでもう一テーマほど行かせていただきたいと思います。最近ハマっていることについてちょっとお伺いしたいと思いますけれども、西原選手、なんかこうプライベートなことでハマっていることありますか？ハマっていることは、はい、韓国ドラマに結構ハマってて。韓国ドラマ。はい。で、それをちゃんと見るためにハングルの勉強をして、登場人物がその人とその人がどういう関係に なってるかっていうのをちょっと勉強して深めてます。すごいですねハマり方が。そうですね、ハマりましたね。例えばその愛の不時着とかのワンシーンとかもじゃあできちゃったりするわけですか？あ、それはちょっと、うん、やっぱりできないんですけど、うんうんうん、そうですね、まあ何回も見ましたね。へえ、韓国ドラマってこうみんなやっぱりすごい作りがいいとかハマる方多いですけど、はい、何がやっぱり自分はハマっちゃったんですか？やっぱ日本のドラマとは違って終わり方が、はい、そこで終わるかみたいな、はあ、っていう終わり方に全部なってるんですよ。はあ、だから見ちゃいますね。ハッピーエンドとか結末まで見せるんじゃなくて、あ、そこでその余韻でみたいなところがあるわけですね。はい、そうですね。いやー、まさか西原選手から韓国ドラマについてそんな詳しいことがお伺いできるとは思ってませんでしたので、またちょっと教えてください、いろんなこと。はいはい、金賀選手、はい、最近ハマってることありますか？私は変わらず、うん、パン屋とケーキ屋をずっと探してます。パン屋とケーキ屋を探している。はい、パン屋さん、変わらずっていうことはもう数年探してるんですか？そうですね、新しい、やっぱ土地に行くと新しいお店がいっぱいあるんで、うん、はい、探し続けて、広島でも早もうすぐ1年になります。1年になって、ここぞこれだみたいなとこありました？いや、ケーキ屋さんは、うん、この前それこそサイちゃんが教えてくれた広大の近くのケーキ屋さんは、うん、もう宝石みたいにキラキラでした。え、見た目がですか？はい、見た目にショーケースっていうんですか、もう並んでる姿が、はい、もうめちゃくちゃもうキラキラしてました。へえ、それやっぱ店名とか言うと殺到しちゃうからダメなんですかね？いや、わかんないですけど、もう殺到してましたよ。あ、もともともう人気店なわけですね。はい、多分そうだよね。そうですね。で、ケーキ屋を見つけ、パン屋はじゃあまだちょっと広島でも多いですよね、高級食パンとかも今。パン屋さんって本当に広島特にすごい多い感じが、特にとかわかんないです、はい、すごい多い感じがしてて。いや、めちゃくちゃ多いですよ。
そうですよね。だから楽しいです、はい、パン屋探しで自分のタイプのところをこう見つけていくのが楽しいです。金賀選手はちなみにハード系が好きですか、それでも惣菜系ですか。ハード系が好きかな、まあ、ベーグルとかも好きですし。ベーグルもいいですね。でもどうだろう、そうですね、どっちかっていうとハードな方が好きかな。でもいろいろ食べます。はい、いやーなんか楽しいですね。楽しいんですよ広島。ねえ、いやーそうやって言って、まあなかなかコロナ禍でこういろいろ制限はある中でも少しずつこう広島という土地にも慣れていって、まあもう少しコロナがね、収束してくれば、まあ我々もロケとかでお二人を例えば、街ブラでパン屋さんに行ったりとかですね、ケーキ屋さん探したりとか、そういったことも考えていきたいと思っておりますので、ぜひぜひ、お付き合いいただきたいと思います。で最後になりますけれども、まあシーズン、これからと、そしてまあ皇后杯に向けてですね、お一人ずつ意気込みをお願いしたいと思います。まずはじゃあ西原選手からお伺いしたいと思います。はい、まあ、今年度じゃないか、今年ラストの、はい、まあ、ホームゲームが、まあ、25日にあるということで、それに向けて今、まあ、練習しているところで、やっぱりホームで、まあ、リーグ戦は勝利できてないので、はい、まあ、やっぱり皇后杯はホーム戦で勝利して、いい流れで皇后杯を勝ち進んでいきたいなと思っているので、はい、応援よろしくお願いします。はい、期待しております。さあ金賀選手、今後に向けて、そして皇后杯に向けて意気込みをお願いいたします。はい、まあ、皇后杯は、まあ、リーグとはまた別の、まあ、大会というか戦いになるので、まあ、本当12月25日、広島でクリスマスに試合ができるので、そこで、まあ、勝って、勢いに乗って、皇后杯を上に上に進んでいって、後半戦に向けていい形でチームが、進んでいけるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。まあ、ファン、サポーター、ファミリーに向けての最後のクリスマスプレゼントをお待ちしておりますので、頑張ります。はい、ありがとうございます。さあということで、お二人今日が記念すべき1回目のゲストということで登場していただきましたけれども、一言ずつ、金賀選手、今日は楽しかったですか。はい、楽しかったです。はい、ドキドキしました。また出てくださいね。はい、ぜひお願いします。はい、お願いいたします。さやら選手、1回目どうでした。あ、すごい緊張しました。途中ちょっと抜けちゃってすいません。それは回線の問題なんで、また改善して、いきたいと思っております。お時間となりました。ここまで金賀選手、西原選手、遅くまでお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そしてご視聴いただきました皆さん、ありがとうございました。ぜひぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして次回のトークライブもぜひご覧いただきたいと思います。それではこのあたりで失礼をいたします。金賀選手、西原選手、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。